はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの商品をご紹介していきましょう。富士フィルムから新発売になりました XF18mmF1.4R、 こちらをご紹介していきますよ。待ちに待ちました、こちらの 18mm が発売したわけですけれども、大戸先生、実際に持ってみたり使ってみたり、いろいろ起こしてみました。富士フィルムの短焦点っていうのはやはりコンパクト、写りがいい、これがすごくポイントになってるわけですよ。今までの単焦点というのもすごい小さくて写り良かったんですが、新商品なだけあってレベルアップしたんですよ。しかもそれが大きさを大きくせずに性能が上がったっていうところがすごくいいところです。特に富士フィルムのカメラというのはミラーレスの APS-C のカメラですから、軽量コンパクトっていうものになってます。レンズ側が重くなっちゃうっていうのは、やはりその携帯性だったりとか、せっかくカメラが小さいのにっていう、そこのメリットを台無しにしちゃいますよね。だからカメラが小さいというところにレンズもコンパクトなところで設計してくれるっていうのはすごくありがたいことだなと思っています。そして 18mm というこの画角に関してはフルサイズ換算でいうと約 28mm です。この 28mm って数字だけ聞くとなんかちょっと中途半端じゃないかなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことないんですよ。実は 28mm ぐらいの画角って結構皆さんの身近なところでも使われている画角なんですね。例えばスマートフォンのカメラ、あれも大体まあ 28mm 設計されているものが結構多いですから、普段皆さんがスマホで撮る写真と同じぐらいの感覚でそのまま撮影ができるというのもこのレンズのすごくいいところなわけですね。そうするとカメラとスマホが同じ感覚で使えて、さらにスマホよりも高画素で高機能っていう方が使い勝手いいじゃないですか。撮る時のイメージが湧きやすいじゃないですか。そういうレンズってこの 28mm 画角なんですね。そして 28mm というものに関してもですね、かなり歴史が古いです。例えばフィルム時代のレンズというのも 28mm からスタートする標準レンズっていうのがすごく多かったですし、それ以外にもフィルムカメラのレンズ交換式じゃないカメラもですね、結構 28mm 固定のカメラって非常に多いですよね。 28mm を採用されている理由というのは、広すぎず、そして狭すぎず、すなわち僕たちが見ている風景を写真に収めるっていう風な時に見やすい画角で撮れるよ、ファインダーを覗いたとしても見やすい感覚で撮影できるよっていうのがこの 28mm の非常にいいところなんです。だから単焦点なんかいいって知ってるけど、どれにしようかなって迷ってるあなたはぜひこれをまずは1本目にしていただいてもいいんじゃないかなって思っております。ではですね、早速ですけれども、今回は実はですね、写真家の先生に撮っていただいた作例なんかも交えながらですね、また皆さんに解説していきたいと思います。はい、ではですね、こちらの作品ですけれども、おそらく東京のね、街中なのかなと思いますけれども、こういうふうにその夜景を撮影するなんていう時にですね、どうしても単焦点なんかですと背景に丸ボケというのを入れたくなってきますよね。今までのね、レンズというのはですね、どうしても周辺部分、例えばこの作品で言うと画面の一番上の濃い赤の丸ボケなんていうのが、今これ丸くなってますけども、丸くならずにですね、左右もしくは外部に引っ張られるような収差というのもありましたし、サジタルコマフレアといってですね、そういった収差とかっていうのも非常に少なくなっているかなっていうふうにも思います。今までの富士フィルムのレンズっていうのはどうしても起きるレンズもまだまだあったんですが、やはりここは新商品だなっていう風に感じるような写りをしてくれています。一番の開放値よりは絞っていますけれども、 F2 に絞るだけでもこれだけの解像感が得られるというですね、非常にやっぱり解像力ある一枚だなっていう風に思いますよね。はい、こちらの作品ですけれども、こういう風にですね、スナップ的な感じでも非常にいいなっていう風に思っております。やはりこのカメラもコンパクト、レンズもコンパクトだと街歩きにも思わずカメラをね、持ち出したくなるような組み合わせだなっていう風にも思っていますし、どちらかというと単焦点の中でもこのような周りの状況を入れたりだとか、広々とした空間を表現するっていうところでもですね、このレンズというのは非常に有効的かなっていうふうにも思っていまして、特にですね、こんな感じで撮影をしてみると、周りのこのビルがあって、真ん中に飛行機があって、ちょっとこう三日月が映っているみたいな、こういうですね、何気ない日常を作品にしちゃうっていうのもですね、このレンズのいいところかなっていうふうにも思っております。そして例えばこの左側のビルにですね、光が当たっていますけれども、ちょっとこう光が当たった部分、造形物の輪郭部のところにパープルフリンジって言って、
輪郭のところに紫色の色が乗っかっちゃったことって皆さんないですかね。こういう風に強い光が当たったところにパープルフリンジっていうのが出やすいんですが、それが極力出ないようにレンズの中の設計段階で補正をきちんと加えてくれてるっていうところもすごくありがたいところかなっていう風に思っております。はい、ではですね、こちら3枚目になりますけれども、実はこのレンズですね、最短撮影距離というのが20センチなんですね。そうするとこれだけ植物に近づいたとしても1対1の等倍マクロまではもちろんいかないですけれども、この1本でマクロ的撮影までできてしまう。そして 18mm というこの画角を使った摂写撮影になってきますから、そのお花だけがアップじゃなくてその周りの情景まで一緒に映し出すことができるというのもこの 18mm のいいところなんですね。そうするとお花が広がっている様子だったりとか、その周りの情景があるからこそこのお花が引き立つような撮影の仕方というのもできちゃいますよね。だからこのレンズ1本持っていくとマクロみたいな撮影もできて、スナップも撮れて 1.4 なので背景のボケも綺麗で、ものすごくねバランスの取れたレンズですし、この1本だけでもいろんな撮影ジャンルっていうのが撮影できるんじゃないかなっていうふうに思っています。さあ、ということでですね、今ね隠れを見ていただきましたけれども、どうですか、これだけの写りしてくれるわけですよ。もう 1.4 の明るさでこの軽さ大きさっていうのはものすごくありがたいなと思います。そして大戸先生がですね、実際にこのレンズを使ってみて一つすごく感動したのが、レンズのねズームリングの下のところにですね、絞りの調整のダイヤルというかリングがついているんですね。クリック方式って言って、こうカチッカチッカチッってワン段階ずつちゃんとね区切りみたいなものがついているんですけども、前の XF のレンズから搭載されていたんですが、その自分の好きな絞り値を選ぶんですが、一応オートもついてます。 A っていうモードでね、この A のモードにするときには、今までねこうファインダー覗きながらカチカチカチって書いていたんですけども、その時にオートになっちゃう、なってもファインダーでなんとなく F 値がね急に戻ったりとかするので分かるんですが、これオートにはそのまま自動でいかないようになってるんです。ここにロックボタンっていうのがついていて、ロックボタンを押してから回さないと動かない。逆にオートにしてる時にはロックボタンを押してからじゃないとオート以外に回らないっていう風なことになっているんですね。ですからこのロックボタンがあることによってかなり使い勝手が良くなったなっていう風に思っています。さらにですね、今富士フィルムのカメラもですね、結構動画性能っていうのも上がってきています。この動画性能の中でレンズの性能としてすごくまあ重要視したいのが、ピント合わせるときにですね、ピントを無限遠から一番近いところに変えたりとか、動画撮影中ってこうピントのリングを動かしながら撮影することもあると思うんですよ。この時に起きてしまうのがブリージングって言ってですね、画角は例えば 18mm って同じなのにピントの合わせる範囲を変えるだけで若干画角が変わってしまうというね現象があるんですが、この画角が変わるというのを抑えてくれる、まあ、どのピント位置に合わせたとしても画角が変わることがない、このブリージング機能というのがね入ったのもすごくね使い勝手が良くなったんじゃないかなっていうふうに思っております。さあ、ということでですね、今回こちらもね素敵なレンズご紹介させていただきました。大戸先生価格を今回もご用意させていただきましたよ。さあ、ということでですね、こちらのお値段の方、消費税込み116,000円。今回のね、こちらの 1.4 だいたいね15万ぐらいするのかなと思ったんですけど、もっともっと安くなりました。ですから今回ね、皆さんがこのレンズを手に取って、まだまだこれからですね、アジサイの時期、初夏の時期、夏本番がやってまいります。まだ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 たくさんカメラを持ち出す機会多いと思います。このレンズがあることによって皆さんの作品により作品性をもたらしてくれることができるわけですよ。このレンズの力を借りることによってまたさらに写真を撮るという行為がものすごく楽しくなるレンズだなっていうふうに思いました。ぜひ皆さんのご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。ではまた。